KH はソビエト連邦で生産、運用された路面電車車両の形式。ソ連初期の標準型車両として開発された小型の2、軸車で後方に連結される同型の付随車の M と共に、1920年代後半から1941年まで大量生産が実施された。ロシア革命やその過程で起きた内戦を経て、 ソビエト連邦が成立した1920年代、同国各地の都市に存在していた路面電車では、革命や内戦、そして戦後の混乱の影響により多くの路線が荒廃し、十分な整備が行われていない状況に陥っていた。車両についても、革命以前、第一次世界大戦の勃発により、大半の都市で、心臓や更新が行われない状況が続き、老朽化や、 整備不足が深刻な課題となっていた。そこで、九百二十五年に、レニングラードで開催された第2改善、路面電車連合会議でこれらの路線向けの標準型車両を開発することが採択され、製造工場として任命された、無意図式機械製造工場によって、翌九百二十六年に試作車が作られ、九百二十八年から本格的な量産が開始された。 これが KH 及び M である。大都市から中小都市まで多数存在したソ連各地の路面電車の需要に対応するため、1925年の会議で標準型車両は小型の二軸車とし、多客時には連結運転で対応する旨が採択された。そのため、両運転台の電動車である KH と運転台が存在しない付随車の M の2種類が、 生産されることとなった。形式名の kh 及び m は初期に大量受注を行った都市の頭文字で kh はハルキウ、m はモスクワが由来である。両形式とも車体はリベット止めにより組み立てられた全金属製車体を有し、車体の両端には引き戸式の手動乗降扉が存在した。初期の車両は 客席定員24人分のロングシートが設置されていたほか、客室は乗降扉や運転台から仕切りや扉によって区分されていた。電動車の軽地の台車は短台車と呼ばれる台枠と独立した台車枠に輪軸を配置する携帯が採用され、主電動機が直接輪軸に吊りかけられていた一方、不随車である M の車軸は車体に直接喧嘩されていた。 軸受けは基本的に滑り、軸受けが用いられたが、1941年に作られた最終造備車は転がり、軸受けに変更された。制動装置は空気ブレーキ及び非常時の手ブレーキが設置されていた。製造当初はソ連における標準機となっていた、機関 1524mm に加えて 1435mm。 1000mm に対応した車両も生産されたほか、車体幅が標準よりも狭い 2200mm の車両や、車体の長さを窓2つ分短くした短弱車の生産も実施されていた。1934年に、これらの設計が異なる車両の生産は中止された。一方、その後も生産が継続されることとなった、標準規格の車両についても一部設計が変更され、 運転台、上降扉と客室の間の仕切りが廃止されたほか、上降扉も引き戸から折り戸に変更された。座席配置についてもそれまでのロングシートから、着席定員16人分のクロスシートへと改められた。その後も KHM は多数の路面電車路線へ向けて製造が行われていたが、1930年代当時の61、機械製造工場は地下鉄や、 ソ連国鉄向けの電車に加えて、ソ連軍向けの兵器の生産も行っており、路面電車車両の生産ラインの拡張は難しい状況だった。そこで、1937年以降、KH と M の生産は、ウスチイコールカタフに工場を持つウスチカタフスキー、車両製造工場へと移管されることとなった。同工場は20世紀初頭に、 飛びり市電向けの車両を生産した実績があり、路面電車車両の生産はそれ以来となった。以降は両形式合わせて年間150両という大量生産が行われ、第二次世界大戦下の1941年まで製造が続いた。KH や M は標準型車両として1941年時点で、ソ連に存在したほぼすべての路面電車路線に導入され、 ミンスク市電をはじめ開業時に KHM を導入する事例も多数存在した。ただし、モスクワ市電については1920年代後半以降ボギー車を含む多数の電動車の増備が行われたため付随車の M のみ導入された。また、レニングラード市電に導入された車両については MKH、PKH という独自の形式名が与えられたが、MKH については 台車の亀裂や破損が相次いだことで1937年から1938年に全車とも付随車への改造が行われた。大祖国戦争の終戦後、1950年代からウスチカタフスキー車両製造工場は、車体や機器の構造を刷新した KTM-1 及び KTP-1 の生産を開始したが、同時期には、 各都市の KH や M の近代化工事にも着手していた。内容は、KH の片運転台化及び量形式の側面左側の上高扉撤去、仕切りの設置や車体の改造による断熱性の向上など多岐にわたるものだった。また、各都市の路面電車工場でも、独自の近代化や交換用の台車の生産が行われたほか、同時期からは散水車をはじめとした。 事業用車両への改造も実施されるようになった。その後、KTM-1 や各種ボギー車などの新型車両が導入される中で、老朽化が深刻化した KHM は置き換えが進み、一部車両は他都市への転属が行われたが、これらも1970年代前半までに旅客営業から撤退した。ただしそれ以降も事業用車両に改造された車両が、 各都市で使用されたほか、事故のように2020年現在も多数の都市で、保存が行われている。2020年時点で現存する、KHM のうち、以下の都市では、動体保存運転が行われている。バルナウル KH ロシア連邦、バルナウルで、路面電車を運営するゴルエレクトロトランスでは、ケメロボで使用されていた、KH のうち1両を胴体復元し、バルナウルが、 創立275周年を迎えた2005年以降、ベテロチカという愛称で、イベント時に保存運転を実施している。トゥーラ KH ロシア連邦、トゥーラの路面電車である、トゥーラ市電では、2020年現在、KH が一両同体保存されている。これは1930年から1969年まで、同市電で営業運転に用いられ、 引退後も事業用車両として残存した車両で、1987年に復元工事が実施されて以降、イベントや団体輸送など各種運転に使われている。ハルキウ KH、KH という形視名の由来となったウクライナハルキウの路面電車であるハルキウ市電では、開通100周年を置きに1969年まで在籍していた、 k 地のうち一両の胴体復元が行われた。以降は観光ルートである A 線や団体、臨時運用に使われているほか、1920年代から1960年代を舞台としたドラマや映画のロケにも活用されている。ありがとうございます。